新高です。ワンピースピース。はい、なんか最近のね料理動画がなんかめちゃめちゃ人気で、なんかありがとうございます。で、俺がな最初料理作ったやつと、タカが今度料理作ったやつと、でなんかどっちも人気で、ちょっと味しめまして、はい。で、ちょっとね、今日昼間なんですけど、今日の夕飯をちょっと作ろうかな思って。ありがとう。はい。でね、いろいろ野菜買ってきてんな。で、今回、麻婆茄子を作りたいと思っております。こちら、麻婆茄子。で、味付けは、ほんま醤油とかなんか自分でこう混ぜて味付けしたらあかんねんけど、このちょっとチートを使おうと思ってまして、で、これを混ぜたらもう完成するっていう、このチートを、しようと思っております。でもなんか今日2品なんやろ。はい、今日2品なんです、実は。味しめすぎなの。今日俺だけで2品やろうと思ってて、で、麻婆茄子これもう野菜切ってこれ混ぜるだけやから、うん、結構簡単やねんな。で、見て、なんか新大久保のあれ何タイのなんかスーパーマーケットみたいなのあって、で、野菜がめちゃ美味しいけど、めっちゃ安くて、この人参とか見て、これ分かるでかさ。でも大丈夫、大丈夫とか言ったら悪いけど、いや、ほんまに大丈夫って思うぐらい安くて、ね、これ100円、2個で100円やし、なんかタカとめっちゃ安いやんとか思いながら、え、これ本物みたいな。このじゃがいもとかも、このめっちゃでかいじゃがいもが伝わる、こんなに入って、これも150円ぐらいやったっけ。そう、もっと安かった。もっと安かった、100円ぐらいか。めっちゃ安くて、なんか本物の人参と本物のじゃがいもかわからないんですけど、とりあえず買ってきました。ピーマンがちょっとなかったので買うの忘れたんで、これ玉ねぎでちょっと代用しようと思っております。まあ、野菜が入ってればいいよね。マジで気をつけるな。え、マジで俺人参が一番怖くて。本物これ本物やろ。じゃあコメント欄で学びました、野菜はとりあえず全部洗う。これさ、皮さ剥く。え、別に剥かないでもいいけど。本物か分からんか剥いとく。本物か分からんか剥いとこう。てか包丁ってどこにあるの。洗ってあ。すいません。これもまた冷蔵庫入れといて使わないんだったら。はい、すいません。え、ニンニク入れたら、ニンニク、麻婆ニンニク入れる、絶対。このニンニク美味しいんだよ、中国の。あ、そうな、中国のニンニクってなんかガチっぽいな。日本のニンニク高いの。日本のニンニク高いの。うん、舐めてる。日本はなんでも高いじゃん。あ、怖い、殺すよ。まず玉ねぎをね、切りました。はい、はい、うわ、鼻がツンツンするで。はい、次だろ。うわうわ、この玉ねぎやばい。じゃあでも花粉症にいいかも、これ玉ねぎ。なんか鼻が通るかも、この玉ねぎ、花粉症の人には。みんな花粉やばい動画見てくれた？俺今日もさ、めっちゃ晴れやからさ、やばくて。今日高も鼻かゆい。嘘。うん。でな、コメントでな、めっちゃわかるって思ったコメント来とって、口の中もかゆい。え？どういうこと？上顎あるやん。上顎とかがかゆいから、もうベロでかいてる。え、そんなこともあんねや。うん。マジかゆい。ちょっといい。はい。全然喋っといてもらっていいね。おお、水入れた方がな、うん、拭きやすいね。あ、でもそれ言うよな。どっから情報これあんたは。なんかの料理番組でさ、はい、水で流しながらやったらトマトの皮とかも綺麗に剥けるみたいな。それはあれやで、一回湯がかなあかん。え。なんかさ、前よりさ、効率いい。前よりなんかビビらずにいけてる気がする。うん、でもさ、これ調子乗ってたらさ、手切れたりとかするからさ、あんまり調子乗らない。
え、待って、めっちゃ効率いい、やばい。やばい。え、フィーバー起きてる。でもさ、一応だよ。うん。あの、まな板決まってまして。何が？あの、野菜用とか、肉用とか、魚用で決まってまして。はい、これは何用なの？これはですね、でかすぎて、一回も使ったことないから。あ、そうな。そうな。これさ、人参だけ嫌いかも、切んの。確かに、うざいもんな。人参うざいな、結構。どうよ、料理、ハマりました？え、なんかこれ結構ハマるで。え、うわ、料理ハマる。なんか遅いな。え、そんなん、早くしても危ない場合もあるやろ。そうやな、うん、このぐらいとしてちょっと任せてくれへんやん。あ、親指分かってる。危ない。このぐらいがいいかも。ああ、みんな、あの、最近俺ちょっと K-POP またハマってて、まあハマっててっていうか、あの、もともと好きな、多分みんな知ってると思うんだけど、最近ハマってるグループは、あの、ライズと、あと、まあ、ボイネクは好きなの、みんな知ってるか。あと何がハマってるっけ、タカ。バグロかな。あの、ライズハマってまして、あの、ワンワンナインとかみんな聞いたことある？ワンワンナイン、ワンワン、あ、間違えた、逆か。ワンワンナイン、ワンワンナインっていう。髪の毛生える。イゴエマジェシー。それどこ？え、イゴエマージェンシーっていう歌詞のとこ。シングマイライ、シングマイライ、イゴエマジェンシー。タカ、何したらいい？あ、タカはじゃあナスビの袋開けてくれる？揉めてるマジで。え、だいたいさ、料理ってみんな何分ぐらいでできるの？そうや、人によるんちゃう。料理の場合は料理にもよるし、このもう混ぜるだけの麻婆飯やったら完璧に完成？それともさ、もう完璧に完成、ご飯できたよって言えるぐらい。じゃあ20分でいけんのぐらいじゃない？ほな、学校の20分休憩の間にマーボーナス作れんの？作れるんじゃん、あればよ、全部。てかさ、ほんまに大事やと思った。なんか自分ができへんことにもこうやって挑戦してみたら、あ、料理したいってさ思ってるわけやん、もともと苦手やったのに。挑戦してみれば意外に、え、これ作りたい、あれ作りたいとか言って、こう興味が湧いて、でそっから勉強することができて、でまた自分のできることが広がる、とてもいいことだと思います。はい、素敵です。はい、とりあえず洗う、学んでるの。とりあえず洗うはもう、あの、基本ですよ、皆さん。まあ、あの、僕がこんなね言える立場じゃないんですけど、ワンワンナイン、ワンワンナイン、シンクマイライフ、シンクマイライフ。ねえねえねえ、ナスビのさ、ここってさ、切るん？ヘタ。ここ切ったらさ、ここの三角の部分めっちゃもったいなくない？ここ、こうやって切っちゃったら。むくやろ、これ絶対。あ、むく、絶対、この、あの、前髪の部分。こう、あんたそれ前髪って呼んでんの？ゴーゴーで分けられてる前髪の部分。確かにね、前髪のあの毛先で切っちゃったらさ、おでこもったいない。このおでこの部分のナスビがもったいないわけ。確かに。で、縦に切るねんて。うわー、やっぱナスビ好きやわ。切れてないで。え、ナスビ好きやわ。なんでか言うたら、美味しいし、なんかビジュも可愛いし。で、あの、切りやすい。人参とか切りにくいやん。でも、切りやすさで言ったら、俺玉ねぎ好き。ああ、確かに分かるかも。じゃがいもとかは結構ノット、なんか切りにくい。うわ、ナスビ好きやな、味も全部。でもな、ナスビ俺アレルギーやねん。え、軽度の。スイカとかさ、あの、メロンとかナスビとかさ、売り系あるやん、かぼちゃとか、うん、なんかな、かゆなんねん喉とかが。でも好きやから食べるけどな。いやー、怖い。こっちの方がいいな。なんでそんな手震えてるの？
え、震えてないよ。めっちゃ震えてんだよ。じゃあ怖いねんな、包丁。あ、それで？うん、かわいい怖いね。めっちゃかわいいやん。ワンワンナイ、ワンワンナイ。うわ、鼻がもうやばい、マジ花粉。マスク持ってくる？いや、大丈夫？ YouTube のためにマスクせえへん。えらい。バリスト行く。マスプロ。かわいい、ナスビ美味しいしな。バカみたい。でも可愛いっていうの分かるかも。ナスビ可愛くない？だからニンニク結構可愛いって思っちゃう。あ、ニンニク可愛いよな。分かる分かる。バカの会話みたいな。だって見て、このフォルムやばくない？え、ニンニクバリ可愛い。ニンニクバリ可愛い。漏れてる。あと何があるかな。トマトは別に。あ、トマト別に。じゃあブロッコリー。あ、ブロッコリーバリ可愛い。ブロッコリーめっちゃ可愛くない？うん。名前が可愛くない？ブロッコリーって。ブロッコリー可愛い。何やねんブロッコリーって腹立つな、名前。わかるわかる。めっちゃ効率上がってる。やばい、普通に。普通にやばい、マジで。次のオフ会、真の料理教室。何作るの？その時。え、何作ろう？オフ会で料理教室。みんなが食べれるやつでしょ？やっぱカレー。うん、カレーいいやん。ビーフシューの方が好きだけど、タカ。あの、班に分かれて、じゃあ、シンのチームとタカのチームに分かれて。確かに。なんか、料理できるチームの子たちをシンのところにつけて、うん、料理できない子たちをタカのチームにつけてるんちゃう。そうやな。なんかもうカオスやん。バカモンってなりそうじゃん。真逆やんな。あ、もう、焼けます。あ、じゃあみんなに見せよ。はい。ナスビをね、切りました。続きまして、人参を切りました。玉ねぎを切りました。もう玉ねぎで目が痛くならへんってことは、もう主婦になってきてる。え家庭科とかでさ、目痛なっとってん、目痛いとか言って。そうやな。もうやばい、もう誰か切ってとか言ってやっとってんけど、もう今はあの友達ゴーグルつけるのは、ゴーグル死ぬ、痛なるから。逃げ目なんなの？フライパンの代わりにこの鍋で。いいめな。あの、じゃがいもチップスを作りたかった。俺、あの、料理したことないって言っててんけど、実はなんか実家でお腹空いた時とかに、中学生とか高校生の時に、じゃがいもをめっちゃ薄く切って、ポテチぐらいに、それを油で焼いて、言うたらポテチ作るってこと？そう。うん、まあ、カリカリにはならへんけど、もうそれが美味しいね。そう、ちょっとしなってるやつ。そう。じゃあ、早速焼いていくんですけど、でもな、違う、レシピにお肉が入ってなかった。レシピ待って。レシピにさ、お肉とか書いてないのにさ、ここ見たらなんかそぼろみたいな。あ、気づいちゃった。この中に入ってる、もしかして。めっちゃムカつく。よかった、やっと気づいて、タカ言わなかったの。バイクルさ、今。え、お肉増やしてもいい？うん、そう、タカはいつも増やしてる。そうやんな、そうやんな。学んだね。学んだ。かわいい。かけよな、お肉は入ってますって。入ってないっけ？入ってへんよ。でも、お肉って書いてるよ。簡単便利なひき肉入りって書いてるやん。で、これ先にさ、野菜なのか先にお肉なのか。お肉やんの、先。どうなんの。でもやり方書かれてるから見たら。お肉書いてないね。あ、じゃあもうちょっと任せますよ。あの、他弁の時の教訓を生かしまして、硬い野菜から焼いていくっていう。油を鍋に敷きます。じゃあまず人参から。人参からね、焼いていきます。タカ、座っといて。これは一体どれを使えばいいんだ。これで合ってるかな。これなんかめっちゃいい匂いするんだけど。え、めっちゃいい匂いやで。玉ねぎいきますね。あ、マリコ様。マリコ様。あ、お前や、マリコ様インスタ更新してます。違うよ、WWD の。あ、WWD。 シルダマリコ元気かな。マリコ3日前にあげてる。そう、
なんかわいいマリコったのな。松井ジュリナも元気？前田あっちゃんも元気？みんな元気してる？今度さ、うん、これ作ってくださいって材料買ってくるからさ、うん、あの、缶で作ってよ。あ、そういうのもおもろいな。そういうのもおもろいな。これ蓋したらしんなりになるやんな、だいぶ。あ、すごい、なんか料理人見た。ちょっと慣れてきたんでね。水飲む余裕だってありますよ。うわっ、せーの、ドはドーナツのドシ、シは幸せよ、ララはラッパのラ、レレはレモンのレ、ドドはドーナツのドミ、ミはミン、違う、ミはみんなのミ、なんかキーやがもうやめよ、もうやめよ。何が面白い？じゃあお肉投入。何が面白いねは言い過ぎる。いや洗って水洗いして、水洗いして捨てるの？菌の繁殖するんだって。あたしんちでやってたん。あたしんちは結構信頼できるな。信頼できるやろ、うん、あ、ナスビいきます。はい、これって何人前なの？かなりの量ですね。でも、でもしんなりになるからこれ2、3人前分あるから。すごい、中に入ってるの、これガディア。え、待ってみて。え、残ったソース約 60g でもう一品でさ、芯が好きなやつできるよ。野菜スティックのディップ。野菜スティックにディップしてもいいです。残ったソースにマヨネーズを入れたらディップのソースになる。やば、やりたい。でももう全部てか、もう今度これだけ買ってマヨだけ買って野菜スティック作ろう。それは量多すぎやんか。これもう捨てる。もうなんかこんなんミンでも僕作れますよっていう。しんくんが成長しております。これちょっと写して。今こんな感じでまだナスビがねちょっとしんなりしてないんですけど、どう、気持ちは？え、なんか楽しいで、自分の成長もちょっと感じる。自分の成長を感じるっていうのがこの世でいろいろチャレンジする上でめちゃめちゃ大事やと思う。実感湧いたらまた次もっと上手くなれるんだっていう風に人って思えると思うんですね。スポーツでも勉強でも嬉しい。でもシーンがたまに料理作ってくれるの。マジ楽しい、やばい。もう心配ない？え、もうガチ心配ない。オッケー。でも、あの、この麻婆やったからかもしれへん。今日さ、チートしてるから。そう、簡単やん。勝負。え、ニンニクとか入れる？お、全然入れたい。ニンニク入れちゃっていい、みんな。はい、ついに、最後ソースを入れます。せーの、いやー、調子乗っちゃおう。絶対美味しいに決まってる。なんかこれうまいこと奥のそぼろとかが出てこない。あの、そのヘラでだよな、うん、思ったで。やだ、思ってたの。思ってた。さすがやな。タカがやりそうやなって。え、結構ガチヤバかも。どうやばい？え、美味しそうすぎる。ちょっと待って、カメラ持ってきて。カメラと一緒に一緒に、うん、楽しみです。いきます、皆さん、せーの、うわー、え、美味しそう。匂いによって、あ、美味しそう。ねえ、美味しそうじゃない？曇っちゃった。すごい、天才じゃん。え、マジ天才。さすがやな。今回も味見せえへんにやって言われそうなので味見してみます。最後、はい。てかこれサムネ、うん、美味しい。美味しい。どう？美味しいよね、うん、ガチうま。てかこれ牛乳と一緒に食べたくない？
好きやな牛乳牛乳嫌いな人からしたらはぁって感じだと思うけど、ね、ニンニクもちょい入れたい。え無理、もういいよ、もういい、うん、ってことで牛乳大好き、僕は牛乳大好き。牛乳じゃんけん参加してたからね、小学校の給食の時。タクもやってた、やってた、うん。はい、じゃあ2品目、じゃがいもチップス。まあチップスって言ってもあのカリカリなあのポテチみたいなんじゃないけどね。え、じゃあマーボーナスさ、今日の夜に食べる、これを今おやつとして食べようか。え、そのおやつ食べたかったな。じゃあ、いかしげい。え、どういう風に作るの？たかもさ、初めてなのよ、こういう新お手製の料理というの。おつまみ料理、ね、おつまみ料理。でも、あのマジで結構前やから作ってたん。え何これ、これって目？いや違うんじゃない、そういう形なんじゃない、これ。でも美味しそう。あ、いいね、これなんかタイのマーケットで売ってたじゃがいも。てかタイのマーケットめっちゃ海外じゃなかった？めっちゃ海外、なんか人もそう、ね、なんかそう現地の人しかおらんみたいな。あ、でもそれさ、外国の方結構住んでんじゃない、新大久保って。確かに、あの店やってる人もいるのかな。店やってる人もおるし、だから多分業務スーパーみたいな感じになっちゃう。あれでもあっこで買うのいいよな。え、いいと思う、かなりの量やけどな。なんかでもじゃがいもってさ、こういうとこどうしたらいい？じゃがいもって可愛い名前。じゃがいもって可愛いなよう考えたら、うん、え、多分買ってこいか。え、今ネイル行ったわ、危な、気ぃつけてや、マジ危ない。帰ってきて血まみれとかやったらやめてよマジさ、料理ってさ、このできるようになってからが一番失敗しやすいからね、うん、何事も。なんかさ、調子乗ってさ、うん、あのハサミ使わずにチーズの袋をさ、包丁でパッて開けたんよ、うん、開けたらこっち思いっきりパサッていって、うわー怖い、骨まで見えた、うわ塗ったもん、切りすぎやろ。これってさ、何でほじくるの？このピーラーのここをやっぱり。そうそうそう、それほじくるためのもんやね。あ、なんかな、押さえてやった方がいいで、ここ。どういうこと？こうやった方が。ああ、やば、これ覚えたらマジで料理人だからね。え、ガチ？ここ知らない人多いね。え、これは使うって知ってたよ、俺も。え、それは知ってる。じゃあまだ大丈夫やな、まだ大丈夫、まだ大丈夫っていうか、シン別に料理できる方だからね。ほんま？まあなんかさ、多分さ、ゲイってさ、手先器用やん。ゲイってさ、とか何？ゲイって手先器用じゃない確かに。ちょっとタカ君はね、今からあの お使いにちょっと行きたいと思います。え、ちなみにさ、俺ずっと思っててんけどさ、マクドとかでさ、死ぬほど長い ポテトとかあるやん。うん、あれってさ、元のじゃがいもどんだけでかいって感じじゃない？え、確かに。せやろ。え、確かに。せやろえぐ長いやさ、えぐ長いで、多分。行ってきます。行ってらっしゃい。ということで、あのスーパー激地下なんですけど、あのタカ君が帰ってきた頃にはもう焼いてるっていう状態にして、ちょっとビビらせたいので、ちょっと頑張ります。ちょっと待って、なんかあの目多すぎてなんかすごいことなってんねんけど、大丈夫？しかもさ、じゃがいもチップスにするからさ、こんなにボコボコになられても困んねんけど。まあ作っていきます。まあじゃがいもってどちらかというとさ、このでかい方とこの薄い方あるやん、この薄い方からあの薄く切っていく、ただそれだけ。あ、でも久々怖い、ちょっとこのなんかもうじゃがいもがもうちっちゃくなってきたらさ、猫の手で押さえられへんやん。てかさ、あのなんか一番最初の料理動画さ、俺なんか孫の手とか言ってたやな。孫の手、孫の手ちゃうよな、普通に猫の手やんな。でなんかコメントで、え、孫の手ってもしかして大阪弁なんかなみたいな来とってんけど、全然違います。僕がなんかあの変に勘違いしてただけです。はい、すいません。え、どうしよう。なんかいつも思うね、野菜切ってる時にここまで来たらこう孫の手できへんくなるやん。こう横に置いてこうとか刺身みたいに。うわー、どうしたらいい、どうしたらいい。マジ料理できる人大尊敬。でもさ、前よりさスピーディーじゃない？
で調子乗り始めたら怪我とかするからマジで安全第一絶対。え、バリうまいかも、やばい、見える？ちょっとなんかこのトレカ見せるみたいなこの見せ方するけどめっちゃうまない？天才かもしれへん。おかわり。ちょ、タカに聞きたいことがあって。何ですか？こう薄く切っていってんねんけど、うん、ここまで来た場合どうやって切ればいい？でもさ、もうこれの場合もう縦にこう切っちゃったらもうしゃあない。あ、そういうこと、うん、でもポテチ感を出したいんだけど。でもポテチ感ここで出るから、うん、余りましたよって言って。そうやんな、最後までとか無理やんな絶対。だってあるやん、割れてるやつある。うん、これ割れてる、なんか袋の下の方に溜まってるポテチな。そうそうそう、あれが一番美味しいよ。あれが一番美味しい、あれ一番美味しい。なんでわかる？なんでわからんたかも。やばいやん、やばいやろ。じゃあ焼いていきます。もうちょっとさ、大きいフライパン買おうか今度。全部さ、これでこと足りるからさ。じゃがいもいいよな。大好きじゃがいも。なんなんじゃがいもって、誰が考えたん？考えたんちゃうか、自然のものか。待って、オリーブオイルってほんまにいい匂いやな。はい、作り方としては、このじゃがいも、薄いじゃがいもを焼きながらここに塩コショウして表面を焼くだけ。マジ簡単じゃない？あ、苦手。はい、ということで、じゃがいもチップスが完成しました、はい、ちょっと見た目やばいねんけど、超おやつということで初だ。これお子さんいる家庭とかマジおすすめ。そうな、うん、ちなみにマーボーナスは夜食べます。はい、じゃあちょっと食べてみて。いただきます。ちなみに味付け至ってシンプル、オリーブオイルで焼いて塩コショウを振ってあとちょっと焼いて終わり。えおいしい。これやばくない？賞味。いただきます。え、うん、おいしい。ちょっと冷めちゃってる？全然いい、感動。これさ、塩コショウだけでこんなおいしいのすごくない？うん、え、うまっ。うん、おいしい、懐かしい。なんかこれどっかで見たとかじゃなくて、え、じゃがいも焼けばポテチできるくねと思って家にじゃがいもあったからやり始めたのがきっかけ。おいしい。なんかさ、酒飲みたくなる？飲みたい。え、おいしい。よかった、意味わからんくらいおいしい。でもさ、これさやばいと思う。油で根菜やん、糖質高いで、油めっちゃ使ってる、うん、塩コショウめっちゃかかってるからむくむ、うん、やばいかも。もういいんじゃない？はい、ということで邪魔しないでください。すいません。